体重100キロ超がいく都内激坂チャレンジ。パフパフ、どん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 。炭酸飲みたいマジで。フレームチャンネルへようこそ。はい、はい、ということで自己紹介の方お願いします。はい、自転車大好き声優の岡田正隆です。よろしくお願いします。はい、ということで岡田くん、はい、今日呼び出されましたけど私、はい、何するんですか一体。はい、今日はこんな企画を用意してまいりました。はい、体重100キロ超がいく都内激坂チャレンジ。パフパフ、どん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 。これはもう個人的に興味あるんですけど、はい、岡田くん頑張れ企画ですか。頑張れ企画ですね。はい、はい、もうね本当登り嫌いなんですよ。マジで。でもさ100キロって興味あるもん。そうですね、うん、いや身の回りにだって100キロの知り合いとかいないと思うんですよ。なかなかいない。いや才能ですから。そうですよ、はい、3桁超えたら才能。才能。というわけで、はい、そんなね局を勝ってですね、はい、都内の月木坂チャレンジさどんな結果が。確かにね、まあ、登れるのか含めてね。そうですよ、見たいですね。僕の今日の目標は全部足つきなしで登ること。 あそれ大事、うん、これを目標にしていきたいと思います。わかりました。それではレッツゴー。さあ、のぞき坂挑戦ということなんですけれども、いけるのか、いけるのか、どっちなんだい。あ、つらい。うわ、ギア変えるタイミングがねえ。マジで。ギア変えれねえ。うわー。あー。登れたけど、登れたけどこれ途中でギア変えれないわ。つらなんかね、地味に疲れる、ここ。よっしゃー。あ、これ足持たない。あ、これ足持たないな。え、これきつくない？え、きついよ、きつい。え、きつい、きつい、きつい。炭酸飲みたいマジで。疲れた。はい、ということで今日は3本ですね、都内の激坂チャレンジしてきました。1本目のぞき坂、2本目稲荷坂、そして3本目富士見坂。いや僕としてはですね、快挙、もう快挙です。全部足つきなしで登りましたからね。というわけでこれからもいろんな激坂チャレンジしていくんですけれども、動けるぽっちゃりの名を欲しいままにしていこうと思うので、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。
はい、ということで、この動画が面白いと思った方はグッドボタン、応援したいなと思った方もグッドボタン、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。激坂アタック、チャンネル登録はこちら、おすすめはこちら、僕のおすすめはこちら。あ、ソーセージもいいっすね。